はい、始まりました。石門ジャップ TV。 移籍市場が活発なこの時期、ツイッターでチームの公式から発表される〇〇選手ハッピーバースデーの更新ややこしい件、まだ契約更新が発表されていない選手の場合はその動向が気になるだけに、契約更新したかと一瞬勘違いしてショックを受ける石門ジャップ。仙頭圭也選手にヨルディバイス選手の更新はまだなのかと気になるサンガサポーターは私だけではないんじゃないでしょうか。そこで本日は年内最後の更新、今年から YouTube の更新をやり始めて迎える初の年末、この年は視聴者の皆さんのコメントに支えられてここまで楽しくやってこれました。本当にありがとうございます。より J リーグを楽しむことができた2020年になりました。サンガビーキではありますが、 J リーグを楽しく見るためのきっかけを作るチャンネルということで、サンガのことはもちろんのこと、 J リーグ関連の話題もいろいろとつぶやいている私ではありますが、今回のトークテーマは私の一番大好きな企画をやります。なんせ紫の血が流れるサンガサポーターなので、このチャンネルの1年を締めくくる集大成動画と言っていいでしょう。京都サンガ FC の2020年を振り返り、勝手に表彰してみたでございます。今シーズンは全試合サンガの振り返り動画を作ってはいますが、それのまとめ的な感じの内容になっております。各試合ごとに気になる方はぜひチャンネル登録して過去の動画を見返していただけると嬉しく思います。それでは早速振り返りの流れを簡単に説明していきます。大きく分けて5つのコンテンツに分けております。まず1つ目、今シーズンの良いトピック。2つ目、今シーズンの悪いトピック。3つ目、2020年全試合の一言メモからリーグ戦の分岐点となった試合を語る。そして4つ目、今シーズンのベストスタメンとチームの特徴のおさらい。そして5つ目、表彰、ベスト試合、ベストゴール、ベストプレー、ベストヤングプレイヤー、 MIP、 MVP、 影の MVP を発表していきたいと思います。それでは早速コンテンツ1番目の2020年シーズンのいいトピックを振り返っていきたいと思います。まず1つ目、 J2 トップレベルの大型補強。宇高選手とヨルディバイス選手を象徴に、その他 J1 からリー選手、森脇選手、野田選手、荒木選手、中川選手、飯田選手、そして J2 のライバルチームから曽根田選手などを獲得して、サネヨシ監督からは補強は100点のお墨付き。仙頭選手、小山津選手、一味選手、重弘選手、セルヒオ・エスクデロ選手、トゥーリオ選手がアウトとなりましたが、それを補うことに成功したと言っていいでしょう。そんな大型補強が成功した中で迎えた2つ目のトピック、新スタジアム元年、ホームでの勝率の高さが目立ちました。12勝4分け5敗、ホームの成績としては合格と言っていいでしょう。なんでこんなにホームで勝つことができたのか、私が思うにスタジアム慣れしているか否かの差が少なからずあると思います。J2 レベルになるとほとんどのチームが陸上競技場であり、サッカー専用スタジアムが珍しい選手が意外と多いため、初めてサンガスタジアムに来た時、他の試合と異なる高揚感から能力を発揮しきれなかったアウェーの選手は少なからずいると思われます。その反面、京都の選手が持ち味の個人技を生かしたことも重なり、ホーム12勝4分け5敗の成績につながったと考えております。そして良かったトピックの3つ目、上位相手への相性の良さ。上位チームはボールを保持する傾向にあり、今季の京都は能力の高い選手たちによる堅守速攻スタイルが噛み合ったことが考えられ、ピーター・ウタカ選手や仙頭圭也選手をはじめ、一人で点取れる選手がいる上で、相手にゴール前を引いて守られるシーンが少ないため、勝ちやすい状況だったと思います。そしてトピック4つ目、得点を排出。ピーター・ウタカ選手おめでとうございますということで、まさか得点王になるとは本当に驚かされます。リーグ戦開幕する前のプレーシーズンマッチ、サンガスタジアムのこけら落としでのセレッソ大阪戦で彼を見た時の体のキレっぷりには期待を抱かずにはいられませんでした。ですので個人的にリーグ戦開幕前に得点王予想として2位に位置づけしておりましたが、まさか本当に得点王になるとは、2014年の大黒選手以来の6年ぶり得点王輩出となりました。そして次、5つ目、若手選手の発掘。このコロナ禍の過密日程の中でこれができていないと逆にやばい。八千田選手にウェービス選手に川崎選手が挙げられるかなと。八千田選手は独特の違いを生み出せる選手として能力を発揮し、川崎選手はタイトな守備で潰し屋の役割を担い、ウェービス選手はスピードを生かした1対1の強さは相変わらず、ポジショニングも良くなり、プロのディフェンダーらしくなったと思います。そして次、6つ目、昨年エースの帰還。
まさかあの仙道慶也選手が復帰してくるとは思いもしませんでした。背番号も15ということで彼なりの覚悟が見えましたし、復帰後の彼の個人のパフォーマンスは明らかに異次元でした。そして次、最後7つ目、新しい試み、三河劇場開幕、ゴールパフォーマンス。これは賛否が分かれますが、個人的には好きです。それをきっかけにサンガを知った方もいるでしょうし、前半戦のホームはおそらく全てホームでゴールパフォーマンスを発揮できたのではないでしょうか。本当にこれはすごいことです。ただクオリティに関しては J リーグ再開戦となった岩田戦でのヨルディバイス選手がボーリングのピンとして倒れるパフォーマンスがピークでした。パフォーマンスの質が試合数を重ねるごとに低下しており、それが成績にも徐々に直結していった感がありますので、自信を持ってできるパフォーマンスをたまに発揮するくらいがいいのではないかと思います。ホームで先制もしくは逆転して喜んだ後に一旦間を置いてやるぞやるぞという感じでパフォーマンスをするより、喜んだ空気の中でそのまま自然とパフォーマンスをする方が価値があるので、個人的には数を多くこなすのではなくクオリティを上げてたまにやるくらいがいいかなと思いました。そして次、コンテンツ2つ目の悪いトピックをここからは言及していきます。まず1つ目、大型補強は実ったと言えるのか。宇高選手やヨルディバイス選手の大活躍の陰で活躍しきれなかった選手が多数いるのが現状です。リー選手は監督と噛み合わずにスタメン2試合のみ、中川選手と荒木選手は徐々にスタメンからフェードアウト、特に荒木選手に関してはもったいない印象があります。そして曽根田選手と野田選手は良さを発揮するも物足りなさが残る感じがあります。そして次2つ目、戦術宇高に飲み込まれるチーム。今季の京都はこれに尽きると思います。宇高選手を生かすことが優先順位1位になり、他の選手が活躍しきれなかった、相手に守る的を絞らせてしまったことと、中盤が間延びになる悪い癖は、年間を通して改善できず、相手選手に付け入る隙を与えすぎました。そして、3つ目のトピック、アウェーでの勝率の低さ、4勝7分け10敗。これはいけません。あのファミチキの入れ物みたいなユニフォームを見るのが、もう嫌になるくらい、アウェーはネガティブなイメージが強いです。スタジアム慣れしてしまったため陸上トラックがあると選手のエンジンがかからなくなったのかもしれません。また前半は内容いいのに後半で勝負をつけられるなど、人数が後方に多くいるにもかかわらず失点するなど、アウェーでは集中力の低さが非常に目立ちました。そして次、トピック4つ目。途中出場の切り札なし。途中出場の選手が1得点のみ、J2 ダントツのワースト。第3節の徳島戦の野田選手のヘディングゴールのみ、宇高選手依存を示す数値そのもの。宇高選手を交代しようも宇高選手を交代すると攻撃の形がなくなってしまうので、おのずと宇高選手をフィールドに残さないといけない状況に、そもそもそれが非常にまずい。そして次、5つ目、セットプレーでの得点が少ない。これも J2 でワースト。ヨルディバイス選手がいるのになぜといった感じ。運ゲー要素もあるんですが、勝負弱さの表れかなと思います。ここの要素は意外とでかい。昇格した徳島は京都の約4倍。アビスパ福岡も2倍以上。そりゃ順位差つくよなといった感じ。そして次、6つ目、コロナウイルスによる過密日程。平均年齢 J2 トップの京都にとってはベストスタメンでずっと試合に臨めなかったのは痛い。宇高選手も常時万全とはいかず、特に今季のサンガの要であるパスの供給源兼セカンドの回収係である3バックの中央ヨルディバイス選手の両脇を固定できなかったのが痛い。そこのポジションは安藤選手に森脇選手が当初になっており、その時は好調だったんですが、そこを固定できずフル稼働しなかったのはかなり痛かったと思います。そして次、3つ目のコンテンツ、2020年全試合の一言メモからリーグ戦の分岐点となった試合を複数語っていきたいと思います。今シーズンの試合の結果一覧と各試合の一言メモですが、味方について解説すると、一言メモの赤文字はポジティブメモで、青文字はネガティブメモ、そして一番注目してほしいのが紫文字のメモ。2020年シーズンの京都サンガ FC のターニングポイントになった試合なので、ここは他の試合より少し多めに触れていきます。それではまず第1節から、ゴールキーパー清水選手のトンネルによる失点で敗戦という幸先の悪い出足の今シーズン、まさかのコロナウイルスで4ヶ月中断。この4ヶ月はほんともやもやしました。昨年の13失点による敗戦に、プレーシーズンではセレッソ大阪に敗戦、そして開幕戦のレノファ山口のポカミスによる敗戦と、3連敗で嫌な期間でした。それがそのままずっと4ヶ月続くので気分は良くない。まあそれで再開できただけでもほんと幸せなことだと思わなければいけません。そして迎えた再開戦の第2節、サンガスタジアムのリーグ戦初陣、無観客。これは本当に寂しい。本当これは見に行きたかった。
試合もピーター・ウタカ選手の2ゴールとド派手な再開戦だったので、観客がいたらめっちゃ盛り上がってただろうなと思いつつ、迎えた第3節目、徳島ヴォルティス戦、今年の両サイドやばい。今シーズン J1 昇格を果たしたチーム相手ですが、両サイドを京都が圧倒しており、今シーズン一番ワクワクしたかもしれません。荒木選手と飯田選手のドリブル突破は J2 を席巻するとさえも思った記憶があります。それだけに荒木選手が徐々にスタメンからフェードアウトしたのは、この時の私には想像つかなかったです。そして次節以降もピーター・ウタカ選手のホーム連続得点で、ホームでの強さを発揮しつつ迎えた第7節。3位の京都は首位を独走する長崎との6ポイントゲーム。一言メモの、ノーダーにあるように、0対1のビハインドで迎えた後半、無人のゴールにポストを当てる野田選手には思わず叫んでしまい、古巣相手に奮闘するヨルディバイス選手の健闘虚しく、6ポイントゲームを落とす痛い敗戦となりました。そして次の第8節、イオンジェ選手に3年連続恩返しゴールを許し、苦しみながらも今シーズン数少ないセットプレーで追いつきました。そして次、第9節、ヨルディバイス選手のゴールが取り消しになり、幻のゴール判定に。しかしその1分後に幻のゴール判定の要因となってしまった中川選手が、そのミスを取り返すボールダッシュから、金久保選手が最後、正真正銘のゴールを決めて勝負あり。中川選手にとってはミスを取り返すプレーで一安心だったのではないでしょうか。お相撲さんパフォーマンスを2回も披露する劇的展開でホーム4連勝を飾りました。そして迎えた第10節、まず一つ目のターニングポイント、戦術ウタカ完成。モンテリオ山形相手にピーター・ウタカ選手が4得点のハットトリックで逆転に次ぐ逆転で初の連勝と初のアウェー勝利でお祭り状態。この山形戦での勝利により、京都サンガ FC の課題が見えづらくなってしまい、戦術ウタカが確立されてしまった感があります。その結果成績が下降傾向に、戦術ウタカに味を占めたチームは中盤の間の見と、パスの受け手がウタカ選手に限定的な課題を解決できずに、11節から16節の6試合勝利できず、12節の金沢戦では中盤の間延びを突かれて、ヨルディバイス選手が釣り出されて失点。サンガの弱点が失点という形で露呈してしまいました。そして連戦真っ只中なので、第13節と第16節にローテーション。ここで今季2つ目のターニングポイント、隠し玉登場、スタメンダッシュ。結果は出てないですが、ピーター・ウタカ選手と、ヨルディバイス選手と、庄司選手など、サンガの中心選手を休ませて挑んだ若手中心のヤングサンガは、運動量が増え、選手の距離感も良くなり、ボール回しがスムーズに。補強の目玉、リー選手の今季初スタメンだったんですが、信頼確保には至らず、勝利は得られなかったものの、16節をきっかけに、黒木選手と、上恵比寿選手と、八千田選手が、次節以降も先発に名を連ねることになりました。一方、荒木選手が、この16節以降から先発を外れることになりました。そして、第17節以降は、黒木選手の気の利いたポジショニングと、八千田選手の違いを生み出すセンスと、ウエビス選手の最強守備がうまく調合して、チームは17節、第18節、第19節に今季唯一3連勝を達成。この時期は左で組み立て、右で仕掛けるという構図が出来上がりつつありました。そして次節のヴァンフォーレ甲府戦、0失点連続チーム同士の試合は一言メモの通り、カッチカチのカッチカチの展開で0対0のスコア。そして次節第21節はかつてのサンガのエース、エスクデロセルヒオ選手にアシストを許す活躍と、おたけびを許し、苦しい展開も、黒木選手と八千田選手の活躍もあり、勝利して、前半戦5位と悪くない位置に。そして第22節、3つ目のターニングポイント、ホーム無敗神話崩壊。この時期は仙頭選手が復帰する電撃ニュースの後の試合なので、同じポジションの中川選手がポジションは明け渡してたまるかばりの奮起する活躍。チーム内ですでに競争意識が芽生えており、第22節大宮戦の前半戦までは今季一番いいムードだったと思います。しかし後半になると状況が一転。4失点の逆転負け、ミスやセットプレーによる失点などムードの良さから集中力を欠いてしまったゲームとなり、ここから歯車が狂い出しました。しかし後の対戦相手は調子が悪いチームが続いたので、課題は浮き彫りになりづらく、第22節の千葉戦はロスタイムにピーター・ウタカ選手が決定的なヘディングシュートを外して0対0に、そして第24節の岩田戦、前節のミスを取り返すピーター・ウタカ選手の圧倒的個人能力で2ゴール叩き込み、今季初のロスタイム勝ち越しゴール、そして次節、今季4つ目のターニングポイント、アルビレックス新潟戦、仙頭慶也選手がサンガスタジアムに初の凱旋となった試合、
ここで当時昇格圏内に入るモチベーションが同じくらい高い、かつ順位も近いアルビレックス新潟に負けたのが本当に痛かった。シックスポイントゲームをここでも落とす事態に。仙道選手の加入と同時に昇格争いに向けて加速するはずだったんですが失速。そのショックのでかい中、中3日ですぐに試合が。FC 町田ゼルビア戦は今季一番悪い試合だったと思います。いいところが全くなし、相手の佐野海舟選手にことごとく潰されまくった印象が非常に強いです。そしてショックの傷口がさらに広いた状態で迎えた中3日の試合。ホームといえど山口のセットプレー一発にやられて今季初の3連敗。選手もですし、見ている私もメンタル的に一番きつかった時期かもしれません。そして3連敗後に迎えた第28節、ギラバンズ北九州戦。ここでついに庄司選手を外す決断に、福岡選手と川崎選手のユース上がりのダブルボランチでテコ入れ。中盤に強度が加わり、仙道慶也選手のオフサイド疑惑の復帰後初ゴールで勝利。ここから巻き返し体制入ると思い迎えた第29節。北九州戦と同じダブルボランチで臨み、仙道慶也選手の先制ゴールで昇格への巻き返しに期待膨らむも逆転負け。2位徳島ヴォルティスと残り試合13試合で勝ち点差15に広がったので、勝ち点差的にまだ可能性はなくないけど、この敗戦で個人的には J1 昇格を諦めた日となりました。FC 琉球のホームで流れてた勝利の歌が、2020年 J1 昇格消滅のエンディングソングに聞こえたことが鮮明に印象としてあります。そして次節以降ホーム2連戦で好調山形と岡山に連勝して、もしやこのまま全勝すれば夢の13連勝、そして J1 昇格の可能性もと、少しばかり期待していた自分がいました。京都といえば昨年の例の13失点に中田一三監督など13に縁を感じていた中、迎えた第32節、アウェー栃木 SC 戦であっけなく敗戦。期待させといてやっぱりといった感じ。そして次節以降は4バックを試みるが、宇高選手依存による副作用としてポゼッションが全くできないチームになっており、チームとしては壊滅状態、あっけなく今季2度目の3連敗。しかしここからがまた不思議。 J1 昇格争い真っ只中、徳島相手に古巣対戦となるピーター・ウタカ選手とヨルディ・バイス選手が大奮闘。二人の意地が見えた首位に対する意地の勝利。そして第36節甲府戦、ウタカ選手の2試合連続古巣ゴールを達成するも勝ち越しゴールが割れず終戦。コロナウイルスにより J1 昇格枠が2枠ということもありますが、第36節をもって数字上でも J1 昇格の可能性が消滅するという早すぎる今季の終戦宣告。それによりモチベーションが完全に低下したためか、一言メモにある通り、次節、いーだーと言いたくなるような気の抜けたプレーと結果に、次節以降も飯田選手は案の定メンバー外に、サネオシ監督の数少ない評価ポイントかもしれません。そして38節と39節で比較的ボールを持つ長崎と愛媛相手に2連勝と今季の三河らしさが発揮され迎えた第40節。J1 昇格へ向けて絶対に負けられないアビスパ福岡相手に立て続けの2失点で福岡の地で歓喜に飲み込まれてしまう展開に、モチベーションの差が結果として現れたのかもしれません。監督も長期実施が就任することが内定したチーム状態で迎える残りのホーム2連戦。勝利を飾ることができず後味の悪い今季の締めくくりとなりました。結果は8位フィニッシュと昨年と同じ順位。しかし同じ順位でも戦力の割に昨年よりも勝ち点も低いは、サッカーの内容も個人技任せで来季に残るものもないわで、全然意味合いの異なるネガティブな8位での終戦となりました。そして次のコンテンツ4つ目、今シーズンのベストスタメンとチームの特徴のおさらい。まずベストスタメンはこの通り。サッカースタイルとして守備はリトリート型で、奪いに行くよりかは後ろで構えてはめていく形式。攻撃はショートパスを 2,3 本だけでゴール前まで持っていく攻撃が主体。選手の個人技に依存するサッカー。宇高選手を追い越す選手がなかなか現れず、リスクは取らんけど中盤にスペースが広大なため失点は多い。しかし攻撃はたまに爆発するので再現性が低く、上位には勝ち、下位には負けるという絶対的強さがついてこない要因だったと思います。データでもわかる通り得点パターンは均等、これといった部分が突き抜けておらず、攻撃は子に頼っている現れかなと。セットプレーの得点の少なさは致命的。上位陣の得点パターンは何かしら偏りがあるので、チームとして立ち戻るやり方があるのとないのでは長期的に見ると結果として順位に現れるものだと思います。そして逆に失点パターンは偏りがある。
ショートパスによって崩される割合が多く占めており、間延びした中盤の隙を突かれているからこそかなと思います。個人的に実吉監督の誤算を考えると3つ、ヨルディバイス選手の両脇でスペースを埋めたり、ポゼッションの起点になったりなど、気の利いたポジショニングでプレーが求められるサッカーの中で、それを担うベテラン選手の安藤選手と森脇選手がフル稼働できないコロナによる過密スケジュールになってしまったこと。そして2つ目、ボールの引き出し役の選手が宇高選手と仙藤圭也選手以外で、絶対的な選手が現れなかったこと。今季のサンガのトップ下の選手には攻守の切り替えの強度も求められるため、1年目の八千田選手や2年目の福岡選手が担うには荷が重すぎました。そして最後の3つ目、リーグ前半戦は荒木選手が左サイドを担っており、左右に攻撃の強みがサンガとしてはあったものの、中盤の間延びを改善すべく黒木選手を左サイドに配置してバランスを取ったこと、それが3連勝という結果として出てしまったことが結構大きいかなと、これにより実吉監督に迷いが生じたかなと。今シーズン実吉監督が目指した守備は受け身ではめていき、攻撃は少ない人数で素早くかつ多彩な攻撃パターンで仕留めるサッカーのクオリティを落としてしまった要因だと思います。そして次、コンテンツ5つ目、2020年シーズン京都サンガ FC の表彰を勝手に行っていきたいと思います。まずベスト試合ですが、第30節ホームモンテディオ山形戦、3対0の勝利。絶好調の山形相手に今季の京都サンガ FC の形、堅守速攻スタイルの良さが遺憾なく発揮された試合。奪ってから左サイドの仙藤圭也選手と曽根選手のホットラインがこれまで何回かあったが決めきれず、このゲームでようやく形になったのも大きいです。次節の岡山戦でも同じく仙藤圭也選手から曽根選手のホットラインが炸裂していたので、ここに来て迷走状態だったサンガの形がはっきり見えたゲームだったと思います。そして次、ベストゴール、第35節、ホーム、徳島ヴォルティス戦、仙藤圭也選手の先制点、後方でつなぐ徳島ヴォルティスのポゼッションをはめていき、庄司選手の鋭い縦パスを仙藤選手が反転してシュート、ここぞという時にチャンスを逃さない庄司選手の戦術眼と正確な技術、庄司選手のターンしてシュートを打てよと言わんばかりのメッセージを瞬時に読み解き、フィニッシュした仙藤選手の反射神経と技術力が光りましたので選ばせていただきました。そして次、ベストプレイ。第24節、アウェージュビロ磐田戦。ロスタイムの勝ち越しゴールの起点となった野田選手のスローインを受けてノータッチで抜け出し、ライン際をスライディングクロス。野田選手の得意技炸裂といったところ、ボールを引き出し触らず相手を抜き去る巧みなプレーに、最後まで諦めない泥臭い姿勢が素晴らしかった。結果それが決勝点に結びついたということで選ばせていただきました。そして次、ベストヤングプレイヤーですが、これは川崎颯太選手。今シーズンからプロサッカー選手になったとは思えないくらい度胸が据わったボールダッシュは見る人を魅了したと思います。18歳の青年がプロの大人相手に全くビビってない。J2 屈指のボールハンターと言っていいでしょう。ボールさばきも結構巧みで大きなミスはしないので、ルーキーであることを忘れるくらい安心感がありました。攻撃でもここぞという時に前に出れる勘どころをつかめるようになると、もっと面白い選手になるかなと思います。撮影している大晦日時点では契約更新していないということもあり、他チームに取られないか心配になっている中、今後ますます楽しみな選手ということで選ばせていただきました。そして次、 MIP、これは仙藤圭也選手。サンガにとって特別な背番号15番を背負った覚悟の復帰は、サンガファンにとって激アツ展開で、実際のプレーぶりは完全に J1 の選手でした。ボールの引き出しのうまさと、ボールを持った時のドリブルでの技術力、そしてここぞという時に上げるクロスのタイミングなど、サッカーセンスをいちいち感じます。プレー判断が絶妙で、宇高選手の相棒がようやく見つかり、2人だけでゴールに迫るシーンがたくさんありました。19試合出場、6ゴール2アシストと短期間で圧倒的な存在感を見せたということで MIP 妥当なのではないでしょうか。そして大晦日現在、動向がまだ未定な彼の2021年シーズン、京都サンガ FC の残留を願う京都サンガ FC のサポーターは私だけではないんじゃないでしょうか。そして次、 MVP、 これはかなり悩みました。ピーター・ウタカ選手、ヨルディバイス選手と迷った結果ピーター・ウタカ選手を選びました。得点王という分かりやすい結果を出しているのもそうなんですが、ゴール以外でも組み立てに参加してボール回しを循環させたり、くさびのパスの受け手としてキープ力が半端なく、まさに万能ストライカーでした。守備ではコースを切りながら、ここぞという時に奪い切るボールハンターぶりは老快。
すべてのプレーが得点に直結しており、相手チームからしても最も怖い選手だったと思います。アウェーモンテディオ山形戦の4得点ハットトリックはもはや伝説。ファン及び監督までも虜にしてしまうプレーぶりは、選手としての価値を大きく示したのではないでしょうか。そして次、影の MVP を発表していきたいと思います。庄司義弘選手。シュートをなかなか打たないプレーぶりやゴール前で取られたり前半にされることも多かった彼ですが、担う役割が多すぎるので仕方がない部分もあるかなと。パスコースが昨年に比べて格段に減ったでしょうから、彼としてはかなりやりづらい今シーズンだったと思います。しかし確実性の高いプレーを選択するあたりのポリシーを貫いているのはさすが。しかし今シーズンは実吉監督のもと、選手の距離感が悪いためパスの出す先の選択肢が非常に少なく、中盤はスペースは広大で一番の被害者だったと思います。起点となる間を通すくさびパスは相変わらず素晴らしいんですが、ワンボランチでスペースが広大な中、そのスペースを消すため泥臭く走ってスライディングでカバーしているプレーがたくさんありました。途中で福岡選手と川崎選手にポジションを譲りましたが、そのポジションを見事取り戻してスペースを埋めるタイトな守備はもちろんのこと、的確なポジショニングでセカンドボールを回収する庄司選手の姿が多く見えて、福岡選手や川崎選手からしてまだまだ庄司選手の牙城はでかいところを見せてくれました。ベテランの年齢ながらもサッカー選手としての幅を大きく広げ、一回り成長した選手ということもあり選びました。そしてゴールパフォーマンスは意外にも積極的に参加している様もギャップがあって好感を持てるので大好きな選手です。2021年シーズン契約更新発表になりましたので、ぜひ来年もよろしくお願いしますということで、以上今シーズンの京都サンガ FC の振り返りとなります。結果は J1 昇格を果たせず残念なシーズンでしたが、新スタジアムでの興奮は素晴らしく、個人的には今年から始めた YouTube 活動もあって、サンガサポーターをはじめ多くの J リーグファンとオンライン上で交流することができ、楽しいシーズンでした。本当にありがとうございました。来シーズンに向けて新監督、長期ジェシの就任や既存選手の契約更新、そして去年に引き続き大型補強を敢行、湘南からあの松田天馬選手や浦和から竹富選手に荻原選手、札幌から白井選手に甲府から武田選手、そして鳥取から三沢選手と長期ジェ監督職に染まりつつある京都サンガ FC の2021年シーズンはもう始まったと言えます。ピーター・ウタカ選手が残留するということで、長期ジェ監督がどう付き合っていくのか、長期ジェ監督との共存がまず可能なのか、どうあれ今シーズンの課題、ウタカ選手依存を脱却することが求められます。それが達成できた暁には素晴らしいスタジアムを味方につけた京都は可能性無限大です。毎年言ってますが、2021年シーズンこそは絶対昇格あるのみということで、ここらで終わっていきたいと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。2020年最後の配信ということで、皆様良いお年を。2021年シーズンもよろしくお願いします。石門ジャップ TV でした。